お疲れ様です幸せの概念なんですけどもまあ、私はねその瞬間その瞬間幸せを感じれるか感じれないかっていうのは同じ条件でも違うんじゃないかなと思うんですよ確かに銀座の高級寿司をねご馳走になってお腹がいっぱいで吐きそうな時にそんなことされても幸せは感じられないのかもしれませんよねで肩やお腹がむちゃくちゃ空いてる時に単なる卵かいご飯がもう至高の味に感じるかもしれません でもそんな条件をつければ何でもかんでも幸せの基準っていうのは変わってきますからねだったら逆に腹いっぱいでどうしようもない時に卵かけご飯どうぞって言ったらやっぱり今度は結果変わってきますしねお腹が空いてしょうがない時に銀座の寿司だったらもう至福の時だと思うんですよだからいろんな条件をつけてしまえばそれは幸せ感じれる感じれないっていうふうに変わってきちゃうんでそんなもんじゃないですかねうんでも a ッ e x の社長を松浦社長が入れてたのはあのすごくまあうんちくがあるというかね うん、確かにお金を稼いでお金を稼いでそれでもなんか不満が募ったりとかイラついたりうなんか幸せを感じれないことがあるってことは多分今度打つ手がないんですよね、うん、私たちはお金がないから幸せになれてないっていうふうにフラストレーションを持ってますけどもある意味それ希望なんですよねお金さえああれば何とかかなななるるんんじゃないかなっていう希望があるんで,すよでもお金を手にしたのにほとんど自分の不満が消えてないっていう状態幸せになれてないっていう状態を 現実ととして受け止めた時にね愕然とするんじゃないかななと思うんんですよ次何やりゃいいいみたいなねだからお金の問題解決して豊かさを感じれない人ってのはもしかしたら不幸かもしれないなと思っちゃいますよね。でそこで今回の動画なんですけどもこれはね2023年に私がね耳にした一つのエピソードなんですけどもあの若者がね大富豪の親父に「お前10億円やるよ」って言われるらしいんですよ。 欲しいかって言ったら「あ欲しいです欲しいです」ですってその貧乏な若者は言うんですよ「10億円くれるなら本当にありがとうございます」みたいなねでその老人はね言うんですよ、うん、大富豪なんですけどもねまあ10億円やるよその代わりこの10億円をやる代わりにお前は明日人生もうないよと、うん、だから今日を最後の人生として受け取るならこの10億円やるっていうわけですよそしたらその若者は「10億円いりません」って言うんですよね で、ここから分かるのは私たちは何気なく夜寝て朝起きてますけどもその1日が始まる朝っていうのはじゃあね10億円稼げとは言いませんけども少なくとも5万円10万稼いでもバランスは取れるんじゃないかなってことですよね。10億円積んでも今日を迎えられない人っていうのがいる中で私たちはボーっとしながら今日っていうものをねその価値の高い今日っていう。 10億円以上の価値のある今日ってものを頂い,いてるわけですからのんびり過ごさなきゃいけないなってことですよね。うん、いたし